はい、どうも皆さん、お疲れ様です。プレイステーションクラシックシリーズリッチレーサーズ2、今回も前回の続きからやっていきたいと思います。今回もプロの23ですね、やってまいりました。クラス6のレイジレーサーということで、1996年に発売されました家庭用ソフトレイジレーサーの世界を楽しめるということで、今回このねプロツアー楽しんでいきたいと思います。で、乗っていく車ね、どうしましょうか。悩んでおります悩んでおります。あんま乗ってないやつにしようかな。これにしよう。はい、 EO ですね。これね、後ろのね、これリアのねルーフがちょっとかっこいいですよね。まあ、ちょっと昔のちょっと NSX の GT500 みたいなね感じのねマシンの装いですけども、色は水色がちょっといい感じなんで、まあ、こういう色だったらちょっと合いそうなんで、これでいきましょう。 BGM どうしようか。リッチレーサーズシリーズリミックスバージョン、これでいいかな。リミックスディスクにします。さあ行きましょう。Today's race is taking place here at Mythical Coast. Is your machine ready to go? 楽しみですね。The race is about to begin. あ、ここね。さあ行くぜ。3、2、1、ゴー !3 laps to go! さあ。Good luck!リミックスバージョンだから。で、今回の車がマイルドなんで、非常に操作はしやすい。登れ。めっちゃジャンプ。よし、ビート使っちゃうから。いいね。すっごいリミックスされてる。このコース好きなんですよね。このコース面白いんですよ。結構アップダウンがめちゃめちゃあって。ドリフトをうまくつなげていきたいですね。ミスった。ドリフトしてくれなかった。現在6番手走行中です。邪魔だよ。絶妙なブロックしてくんじゃん。いやでもね、コース幅が狭いからオーバーテイク難しいですね、このサーキット。まあ4台いるんですけど。よし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 、受けくれ。使おう。オッケー、トップ見えてるぞ。白いつけないな。うわ、邪魔だよ。あれ、後半のセクターでオーバーテイクするしかないな。リミックス系の曲って結構好きなんですよね。でもニートル使いたかったな。オッケーオッケーオッケー。ライン取りはほぼ1本ですね。
まあ、マイルドのタイプの車ってすごく乗りやすいんですよね。基本的には癖がないからすごい乗りやすい。ハンドリングもそんなにね、めちゃめちゃ乗りづらいなーっていう感じではないので、よし見せて OKOK。さあ今回はねラウンド4つなので、まあちょっとだいぶ長いですけどね、まあ、楽しんでいきましょう。じゃあせっかくなのでブルーディスクにしようかな。長いですね。先ほどのコースのところに、ちょっと長い感じですね。で後半のセクターはね、多分ね初代リッチレーサーのコースがちょっとモディファイされたような感じのコースがね、コーナーが各所にあるような感じですかね。前半セクターは先ほどのレイアウトと一緒。ここから分岐がするのかな。ストレートだから使っちゃいましょう。すごい登る。ここはドリフトを使って狭いね。オッケーオッケー。使いましょう。いい感じにブロックされたな。ダウンが激しいぜ。でももう1周目で結構捉えた。いいね。このコースのレイアウト面白いですね。これー曲がいい。いいね、いいね。ここドリフトつなげてこう。 OK、 使いましょう。いいね。で、ニートル使いましょう。結構直線が多いコースだから、ニートルは前半のうちに貯めといた方がいいかもしれないな。いいんじゃないですか。ストレートは全部で2箇所だね。上りのセクターもあるし、多分使いどころでタイムを大きく削れそうな感じがしますね。あそこの上りのところはニトル使って一気に駆け上がっちゃった方がタイムが出そうな気がしますね。ここだー。ここは一気に上るぜ。おう、見せた。ちょっと攻めすぎた。
攻めすぎたっていうか、ちょっとハンドリングをあの2連の S 字のところでミスった。あ、ここニートル使いたかったなやっぱな。あそこニートル使えるとやっぱタイムを削れるね。ニトル使うか使えないかによって4秒ぐらいベストタイムと違うから、その辺はちょっと差がありますね。よしよしよし。さあ第3戦目ですね。さあこのコースはねテクニカルで先行ってるからね、また後半もねちょっと、最初コーナーのところ近いんですけども、前半セクターがちょっとねだいぶ違うんです。よし行こう。ここは入りは一緒かな。ここの上りは一緒だね。今度はここの上りを登ってから左に行きます。BGM かっこいいですね。ここはね、この後半攻めんだわ。使います。おお、めっちゃペダル。ワインディンクだね、このサーキットはね、ずいぶん後半は狭いセクターがな。二車線道路見てたからな。OK。 いや、このコース面白いですね。結構テクニカルだからドライバーのなんか腕が壊れるような、そんなサーキットです。あそこのターンを2ターン目かな、2ターン目は、まあ、手前でジャンプするからなるべくコースの中央でジャンプした方が綺麗なライン取りができそうな感じがします。乾燥になればペースは上がると思うので、出しどころが難しいけどね、このサーキットが。この直線だからここを左サイドで使うのもわりかしありな気がします。OK、 こういうことでしょう。いや、このコース楽しいな。あらかじめジャンプで、ま、車の向きを変えとくっていうのもいいかもしれない。特にジャンプがある。楽しい、このコース楽しいぞ。
あぶねえ、ちょっとミスった。よし、オーケー。さあ次のラウンドいきましょう。さあ最終戦ですね。The course is in excellent condition. Is your car tuned perfectly? Get ready. The race is about to begin. お、大丸だ。そうだ、最終戦大丸か。ニトルの使いどこだな。A smooth start, not bad. Three laps to go. Good luck. リッチリスターで大丸コースって本当難しいからな。You're in a heated battle. Easy win. ちょっと溜めてこう。お、トップに立った。よし。あとはニトロどのタイミングで使ってこられるかだね。これは取っておこうかな。止めれるかな。いいね。いいよ。オーバルコースって意外と好きなんですよ。難しいですけどね、オーバルにはオーバルの走り方があるから、その走り方をするっていうのはすごく難しいことなんですけど、まあでも走って楽しいですよ。後半のコーナーで2点使う。よし、これ分かっただろう。ニトロ2個あるからな。よし、逃げ切ったぜ。OK。よし、これでツアークリアですね。あー、面白かったっすね。お、R4。やった。R4 か。さあ、ニューマシーン。さあ、やってまいりました。次 R4 です。うわ6レースもすごいですね。もうほぼ全部だ。ファントムマイル、プレイタスナイト、ちょっと名前がねちょっと違うんですよね、 R4 の時のね。たまんないですね。楽しみですね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回はいよいよね R4 1レース、タイプ4のレース、全6レース、今回長丁、次回は長丁場になるかと思うんですけどね、楽しんでいきたいと思います。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。